鈴の音チャンネル。おはようございます、鈴です。今テントの撤収が終わって、これから歩き始めようと思います。行ってきます。朝4時登山スタートです。頭は起きていても体がまだ寝ている状態でした。で、朝から重いザック持って動くっていうのは、まあ、体が寝てるからすごいバランスが取りにくくて、歩き始めるのが最初大変でした。で、体をねバシバシ叩いて、もう朝なんだよ、動くんだよ、ちゃんと動いてねって言いながら、動く体っていうのを作っていって、で朝を迎えた感じです。で今回、朝日に合わせて歩き始めたのには理由があって、縄文杉の、1分間だけ赤く染まるマジックタイム、マジックアワーがあるから、まあ、それ見てきたらいいよって友達に言われて、まあ、夜明け前から歩くことにしました。でそれをまあ楽しみにしている方っていうのは他にもう5人ぐらいいたかな。まあ、歩いてる時は誰ともすれ違わなくて、なんか静かな朝を歩けてとても幸せだなというふうに思っていました。で縄文杉だけじゃなく、染まる朝日に染まる木とっても綺麗でした。そう、後ろに見えるのが縄文杉です。新高塚を4時半に出て、この朝日が当たる縄文杉っていうのがとっても綺麗っていう風に聞いて、それを見なきゃと思って、夜から歩き始めて、徐々に朝に変わり移るのを見て、で今なんとかね、時間が6時ちょっと前なんですけど、ここまで歩いてこれました。本当に綺麗本当に綺麗です。なんか来れてよかったです。夜歩くのちょっと道迷ったりしないか心配だったんですけど、そういう心配もなく、なんか気持ちいい感じで来れました。よかったです。縄文杉から次はトロッコ道を目指して歩いていきます。イノシシに見える切り株があったり、森の中動物に見える草木たくさんあるので、歩かれる方は気にして歩いてみてください。でこのコース、縄文杉に行く時の王道コースとなっていて、荒川登山口から入り縄文杉を見てピストンで帰るっていうのが、まあ、縄文杉の登山ルートとして王道となっております。で一番観光業が屋久島で栄えてた時は1日に700人以上の方がこのルートを歩いていたそうです。とても渋滞していて大変だったということをガイドさんから聞いています。で最近はコロナもねちょっと落ち着いてきて、観光客の方も増えてきたので、まあ、日に250人ぐらいの方がこのルートを歩いているそうです。まあ、なのでだいぶね道が整備されていて、道に迷うっていうこともないと思うし、このなんだろう、階段とかもしっかりとしたのが作られています。ウィルソン株のハートの切り株の中です。おはようございます。おはようございます。今トロッコ道に出て黙々と歩いています。ですごくて、友達に会ったり、あとまあガイドさんの友達が2人と、あと普通の友達、普通の山屋じゃない友達がいて、その子ともさっき山で会って、わーすごいね、会えたねみたいな話をしていて、なんか遠足に来たみたいな気分でめっちゃ楽しい、めちゃくちゃいいです。そしてこのトロッコ道めちゃくちゃ癒される、楽しすぎる。なんだろう、こんな
山で人に会うこと、友達に会うことないから、わあなんか会えたね、楽しいっていうのがすごい新鮮で、なんか幸せな気分でした。でこの後白谷の方に抜けていこうと思っています。ちょっともうしばし歩きます。バイオトイレがあって、なんかコネコネする不思議なトイレでした。気になる方は調べてみてください。人の顔、はい、今トロッコ道をぐーっと歩いてきて、白谷雲水峡の分岐地点までやってきました。ここから白谷の方に歩いていこうと思います。白谷雲水峡の駐車場まで110分だそうです。お天気が良くてすごく気持ちいいです。まあ、ゆっくり歩いていこうかなと思います。白谷の分岐から入ると、まあ、本格的な参道といった雰囲気になります。ただピンクテープが分かりやすい感覚であったり、踏み跡がしっかりと残っているので道迷いするといったことは少ないのかなって印象です。ただかなりな急登なので、山歩き慣れてない方だったり体力のない方はあまりおすすめしない道のりです。水場があって、ここの水すごく美味しかったのでおすすめです。でさらに楠川に降りる分岐があるんですが、こっからは降りず、今日はお天気が良かったのでザックを置いて太鼓岩まで目指しました。お天気とってもいいです。で黄砂も飛んでなか少なかったみたいで、圧線が本当に綺麗に見えました。目の前に見えるのが宮の浦岳です。でお汁粉、お腹空いたので食べたり、あと、まあ、木をめでたり、あと観光の方でね歩かれてる人多かったので、その人たちとお話をしたりして、まあ、かなりゆっくりとしたペースで歩きました。で実はちょっと渋滞してたりして思うようなペースで歩けなかったっていうのも実はあります。で看板にね、注意、沢が増水してる時は無理に渡らないでくださいって書いてあります。私過去にねこの道大雨の日に来てしまって、ちょっと怖い思いをしました。なので本当に渡らない方がいいです。お猿さんがいて、ちょっとねあんまりにも美味しそうに新芽をパクパク食べているので、あ、私も食べようかなって言って、実際にちょっと食べてみたら猿にえって顔をされてしまいました。お猿さん驚いていました。白谷の吊り橋のとこまで来ました。もうだいぶ戻ってきたっていう感じです。ずっとお天気に恵まれて本当に本当に良かったです。いやーなんかよいしょよいしょはぶっ飛ばしっていうか、こうじっくり見ずに駆け回った感じの縦走動画でした。あとは楠川まで、歩いて下に降りようと思います。今回の1泊2日の縦走旅は、なんか安全で無理せずっていう感じの歩き方をしていて、でなんかねこの白谷とかで足痛めてる人とか、なんか
怪我しちゃったみたいで救助隊呼んでる人とかいて、なんかそういうの見てると本当に安全第一だなっていうふうに思います。私もね、一人でズンズン行っちゃうけど、やっぱ遭難は怖いし、したくないし、怪我もしたくないし、なので本当に無理なく安全を確認して歩いていかないとなぁなんて思いました。バッテリーの残りわずかなので、ちょっとこれにて締めようと思います。あ、なんか美味しそうな水発見。長生きできるらしい。これで長生き。この動画がちょっとでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。このままね、ゆるりと道路沿いを歩いて帰ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。